好きな食べ物ですか？好きな食べ物、そうですね、まあ、そんなに好き嫌いはないんですけども、よく食べるのは、まあ、野菜とかフルーツはたくさん食べるようにしていますね。嫌いな食べ物、もう高級すぎるチーズですね。ブルーチーズ、ブルーチーズです。ああいうのがちょっとね、匂いが苦手なので。得意な料理ですか？そんな得意料理ない。子供がよくリクエストをするのが、もう手作りハンバーグとか、まあ、オムライスとか、もうカレーライス、本当にシンプルな、子供の好きなシンプルなものなんですけども、そうですね。あと何だろう、まあ、オリジナルのちょっと野菜巻きのカツ揚げとかでしょうかね。料理はまあ好きっていうか、一応主婦なんでやらないといけないので嫌いではないですね。一日のスケジュールは、朝最近そうですね、6時ちょっと過ぎぐらいに起きまして、あと朝食の支度をして、まあ、子供たち主人を起こして、まあ、みんなで朝食した後に、まあ、私は3つお弁当作りをしなきゃいけないので、まあ、家族食べてる間はお弁当作りをしてっていう感じで、あとはみんな送り出してから家の、まあ、家事洗濯ですよね、そう、まあ、ゆっくりしてるとすぐお昼になっちゃいますので、お昼から午後からは、まあ、家に、まあ、昨日の残り物があれば一人で、まあ、ご飯を食べたり、あとお友達と約束してればちょっとランチに出かけたりして、まあ、ランチに出かけるとそうですよね、お昼から1時12時から出たとしても、まあ、3時ぐらいまでゆっくりランチした後、まあ、そのままスーパーに行ってまた晩ご飯の買い物をして、また家に帰って晩ご飯の用意ですよね。夜はもうそうですね、みんながだいたいみんなでご飯食べるのが7時ぐらいですかね。7時ぐらいからご飯をみんなと食べて、その後まあ片付けしてっていう感じでしょうかね。寝るのはそうですね、なんかいろんなこといろいろやってるけど、12時回ってますよね。やっぱり最近は1時、まあ、2時前には寝るようにはしていますけどね。でもちゃんとケアはしてますので、なんかすごい時間をかけているっていう皆さんもよく思われるんですけども、そんな時間をかけてないんですけども、まあ、毎日、まあ、シートマスクを、まあ、してますし、でまあ、シートマスクがないときは化粧水を、まあ、コットンで湿らせてコットンパックやったりもしてますし、あとそうですね、マッサージカッサでお顔全体に流したりもしてますし、もうそんなにどうでしょう、10分か15分自分に時間をかけるだけで、それほど時間はかけてないですね。あとはもう本当シートマスクしながらちょっと他のことをね、用事をやったりしてますので、まあ、ながら美容的な感じですよね。そうです、特に決まってないんですけど、まあ、いろんなお店を見てやっぱり一目惚れっていうか、あ、これっていうものを買うようにしてますね。あと必ず試着して自分に合うかどうかで決めてますね。いろんなスタイルしたいので、まあ、カジュアルなスタイルもしますし、ちょっとエレガントな格好もしますし、あとまあ大人かわいいちょっとワンピースの甘い感じのも着ますし、まあその時の気分で、あと出かける場所によってそのスタイルを変えたりしてますね。そうですね、子供の頃は、まあ、結構外でよく友達と、まあ、遊びに行くことが多かったんです、多いですね。あとどうでしょうね、子供の頃から好きなのが結構ものづくりですかね。自分のなんかちょっと絵を描いたり、あとなんかちょっとしたものをね、リリアンをこう、ね、子供が編んだり、まあ、そういうちょっとした自分の好きなものっていうか、見て、あ、欲しいって思ったらそういう見てなんか真似をして作ったりすることがよくしますね。作ること好きですね、なんか。なんか時間があると
なんかちょっとあの今でしたらアクセサリーなんかはもう作ったりしてますね。性格はマイペースだと思うんですよね、気は長いのかな、自分ではよくわかんないんですけど、気は長いねってよく言われますね。もう美は私にとっての永遠のテーマなので、老化していくのはねもう仕方ないので、今の状態を本当にキープするっていうのが私の、今の状況の、目的っていうか、うまく年を重ねるってことですよね。諦めがちな方が多いと思うので、自分で言うのも偉そうなんですけど、私を見てちょっと気持ちをスイッチ入れていただいたらすごく嬉しいなと思います。皆さんそのポテンシャルっていうかそういうのを引き出してほしいですね。絶対その人その人いいところあると思うので、だから自信持ってもう年だからっていう結構皆さんね頭からそう思うので、それを思わず本当に自信持ってやっていただけたらいいなと。